試合ですバスケです。今回は結構前の広がったスリーポイント講座の動画を撮ろうと思います。まあジェームスがスリーポイント決めたら説明してくれるらしいです。コツを教えてくださいよ。まずパスをもらった時にもう足をセットしてること。パスをもらってすぐもう打てるように。なるほど。ディフェンダーが自分についてて、それでディフェンダーから逃げてオープンスペースに行く。でもオープンスペースのオープンな空間ある時間が短いから、もらったらもう打てるポジションに入れるように足はセットしておくことと、ボールを打つときにこっから打つこと、こっから打つ人とかいるんですけど、多分優勢とか次こっから打つと思うけど、こっから打った方が安定するから、ね、なるほど。こっから、おー、ちょっとかっちょいいね今の。決めたら、まず最初に、はい、ボールパスもらう前にはここでセットしてること。あとまあ敵がいるからオープンスペースに行って、でもオープンスペース行ってもちょっと同じことっていうかね、俺が気にしてるのはね、そこ気にしてなかった別にないじゃん。膝曲げとくことと、俺はここから打つことと、フォロースルーと、あと打つ前にボールのなんかなんていうの、通るところをイメージするみたいな。それ決めなきゃいけないよ。はい、高橋。何だよ、何だよこれ。トーチャーだよ、トーチャー。ちょっと待って。はい、まあね、スリーポイントはね、基本は基本は脱力で打った方が本当は安定して、なんつうんだろう、あとは僕が気にしてることはいつでもリングを見て、おそしてまあショートとか分かるように言ったら力の加減を調整したりしてます。あと膝の力を上半身まで伝えられるようになったら、ボールは結構飛ぶので、まあ、そんな感じで飛べていい？撮ってる？基本的にスリーポインターって言われる人たちは、大体 40% ぐらいスリーが入るんで、今からこの3人が、ジェームスと俺と高橋の3人が10本ずつスリー打って4本入んなかった人はもうスリーポイント打っちゃダメと。嘘だろ、何言ってんの。じゃあジェームスから。あと2本だよ。あと1本。
はい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 。3連続の時と全然違う。あ、見たの？見た。あ、ネットか。自分から言って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 自分から9分の良かった。自分の苦しめるところだった。いや、プレッシャーには全然強くない。左できてるからここもできるはずね。まあ、ポイントガードですからね。ポイントガードは何もできないよ。ポイントガードは万能じゃないと。ちょっと待ってね、離れるから。よいしょ。いいよ。よし、3分の1、4分の1、5分の1、おー、もう見せれないよ。7分の1。はい、終わり。8分の1。打ち切ろう、打ち切ろう。9分の1。ラスト。10分の1。はい。ヒーローインタビュー、ヒーローインタビュー。確率じゃなくて勝負だから。何言ってんのこいつ。